はいどうもみなさん、こんにちは。サーディのコーンのゲントです。図形問題、特に立体の問題はセンスがある人しか点数取れないよねって思ってる方、この動画必見です。今回扱うこの早稲田大学の問題は、内容としてはね、超品質なのに知らない人が多いんですよ。そして、その内容は知らないと子供で解けません。ということで今回、いかに図形問題の型を作ることが重要かについて学んでいきましょう。 それでは問題。四面体 ABCD は四つの面のどれも三辺の長さが789の三角形である。この四面体 ABCD の体積を求めよう。まあ、四面体があって、すべてのね、面が789なわけね。こういう長さになってる。この体積を求めてあげてくださいね、と。まあ、ね、体積だったら、えー、底面積かける、高さかける三分の一かなーっていうふうに思うわけだけど、まあ、今回ね、高さを求めるのかなり厳しいのね。 で厳しいなぁって思って、そこで行き詰まるのではなくて、しっかりと型をね、考えてあげれば、見通しが良くなるんですよ。まぁ、あ、今回の場合で言うと、四面体ね、四面体の問題の型をちゃんと作ってあげられてるかっていうのが勝負の分かれ道。え、まずね、四面体って言ったら、一番ね、簡単なのが正四面体だね。っていうのも、正四面体だったらバリバリ対称性が使える。 でも今回はね、正四面体じゃないので、じゃあもうこの対称性使えないから、うん、どうしようかなっていうふうに思うわけですけど、皆さんね、あと二つの四面体のパターンはぜひ作ってほしいと。それが、当面四面体と当脚四面体。正四面体じゃなかったとしても、四面体の問題が出てきたら、当脚四面体かなあるいは当面四面体かなこの二つは必ずチェックするようにしましょう。これね、それぞれ見ていきます。まず当脚四面体から。 当脚四面体っていうのは、まあ、ある点があったとして、その点から出てく、この3本の辺が、等しいもの。これを言います。まあ、正四面体に近いよね。正四面体は、ここの長さも、ここの長さも、ここの長さも、これに等しいわけだけど、ここはもう何でも OK。この3本の線だけが等しければ、等しい足。ね、足の長さが等しい。そういう四面体だよ、というふうに言えるわけ。これがね、どうしていいかというと、この点から水線を下ろすと。 この点がね、下の三角形の外心になってると。水線を下ろしたら外心。ね。これがすごく使えるわけ。っていうのも、まあ、ここにね、線を引いてあげると、すべての長さが等しい。外接円のね、半径っていうものは、制限定理を使えば一発で求められるわけで、そうすると、ここの長さとここの長さとここの長さ、まあ、こ,こす、垂直なわけだから、簡単に高さを三平方の定理で求めることができると。この流れさえ押さえてれば、東脚四面体が出てきたら楽勝ですよね。 だから、当脚四面体の問題が出たら、こういうふうにね、パターンができるんですけど、ポイントはね、この点を見つけてあげることね。この点から出る3本の線の長さが等しいと。そういうふうに言えるような点がないかな。あったら、当脚四面体なのになっていうことを考えてあげる。まあ、今回の場合ね、789789。ま、全部違うよね。だから、当脚四面体じゃないなっていうふうになるわけ。じゃあ次に、当面四面体。当面四面体っていうのは何かというと、面が等しい。 ま、すなわち、四面体 ABCD の四つの面すべてが全く同じ形、合同だよって言えるものを、透明四面体っていうふうに言うわけ。で、今回ね、どれも三辺の長さが7、8、9の三角形なわけだから、当然すべて合同だよね。ということで、当然透明四面体の類型に当たるわけだけど、この透明四面体の問題、あることをするだけで、ほぼ100%解けるわけなんですね。それがあることっていうのが、直方体への埋め込み。 どういうことか今ね、ここに直方体があります。この直方体のこの4つの点を結んであげる、そういう静止面体を考えてみましょう。そうすると、まあこういう形になるわけなんだけど、このそれぞれの面がどういう風になってるかなっていう風に考えると、この直方体っていうのは、まあ面がね、6つあるわけね。上下、左右、そして奥行きのところね。で、それぞれの対角線ね。 対角線に当たる部分が三辺になってるわけ。上の部分の対角線、横の対角線、奥行きの対角線。まあ他の面についても同様。つまり、この四面体っていうものは、透明四面体になってるわけ。そうすると、この直方体の縦、横、高さの長さをそれぞれ X、Y、Z というふうに置くと、まず全体ね、面、えー、体積は X、Y、Z。で、この透明四面体の体積を求めたいんだけど、この透明四面体、これね、 全体から周りの四面体を引くことにします。まあ、その四面体の個数っていうのは4つあるよね。この頂点の部分。それぞれに対応する正四面体が、四面体が4つあると。それぞれの体積っていうのが、xy の半分の z 倍の3分の1ね。水体だから。ということで、6分の 1xyz ね。引く6分の 1xyz。それが4個分と。3分の 1xyz というふうに求めることができるわけ。 こんな感じで、どういう直方体に埋め込まれるかっていうことさえわかれば、透明四面体の問題簡単に求めることができるんですね。で、一般的に、まあこのね、透明四面体問題が出たとしたら、だいたい何かしらの直方体に埋め込むことができます。まあ、厳密に言うと、これがね、鋭角三角形であれば、必ず埋め込むことができるという性質があるんですけど、 ま、そこの細かいことは割愛します。まあ、鋭角三角形であれば、こういう風に埋め込みができて、埋め込みができたらもう、あとはね、この直方体がどういう直方体かってことを求めさえすれば、楽勝なんない。これ外接円の半径とかも、対角線の長さの半分っていう風に求めることができるし、この回転体の体積とかっていうのも求めることができるわけ。じゃあ、今回の問題で、この XYZ を求めていきてね。今回の問題で言うと、こういう関係になってるわけだから、ここと、ここと、 ここで三平方の定理を使うことによって3つ式を立てることができるよね。x 二乗プラス y 二乗が7の二乗、y 二乗プラス z 二乗が8の二乗、z 二乗プラス x 二乗が9の二乗と、こういうふうになる。じゃああとはこの連立方程式を解いてあげればいいよね。この問題解き方としては、全部足して半分にすると、x 二乗プラス y 二乗プラス z 二乗が出てくる。 3つ足して半分ですよね。そうすると、こっちは49足す64足す81。194の半分だから97。っていう風になって、これよりこれ、これ引くこれで x2 乗が出る。x2 乗は33。y2 乗はこれ引くこれで16。z の2乗は97引く49で48と、こういう風になる。まあだから、x、y、z はそれぞれ正なので x、x イコールルート33。y イコール4。 z イコール4ルート3というふうに求めることができるわけね。じゃあ、あとは簡単ね。四面体 abcd の体積はっていうふうに言われたら、3分の1倍の xyz なわけだから、3分の1かける、ルート33かける、4かける4、4ルート3か。より、まあ、ここね、ルート3とルート3が1個ずつ出てきて、これ3と約分できるわけだから、答え16、16ルート11というふうになるわけです。ということでね、今回のポイントは、 四面体の問題を見たら、しっかりと型に落とし込んであげる。正四面体かなあ、違うな。だったら、東脚四面体かなあるいは、東面四面体かなで、それぞれについて、ちゃんとね、水線を下ろしたら外心。あるいは、直方体の埋め込みと。そういうパターンを、しっかりと自分の中で作っていくということが、重要なわけなんですね。今後もそういうパターン、たくさん解説していきますので、ぜひ、チャンネル登録、高評価。そして、こういう動画撮ってほしいよっていうのを、コメントに残してもらえると嬉しいです。 ということでまた次回の動画でお会いしましょう